はい、え、天使はシェガです。え、今日はですね、あの、トロンという遅いボールに弱いというね、あの、そういうのですね。なんか、あの、パン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 というね、この、早いタイミングにはいいんだけど、で、打ってくる子には強いんだけど、繋げてくる子には弱いっていうね、こう。あの、それのもう対策というか、まあ、あの、これ脳のね、ちょっとね、あの、動きとか、ちょっと運動のね、ちょっと回路のとこからね、 とアプローチした内容をね、ちょっと伝えていくので、一応参考にしてくださいね。えっ、ー、と、一と私の紹介させてください。私はテニス雑誌の方で、あの、 あの、技術改正、月スマスさんとかで、あの、させていただいたりとか、過去にね。で、それと、あと、あの、世界中のいろんな国のね、あの、テニスの事情なんかを、えっ、ー、と、テニスジャーナルさんという本なんかで紹介させてもらったりとか、あと、その他、テニススクールの経営も昔やってて、まあ、あの、全日本の、えっとあの、優勝とか、それから、まあ、ナシュラル選手、えー、プロになった選手というのを育成してきました。で、あとはもう、優秀な選手はね、あの、海外の高校とか、そういうとこ、えー、テニスの アカデミーとかに、えー、と留学させていくという授業もやってました。まあ、その中で、えー、失敗した例、ね、成功した例というのをですねちょっとお伝えしていきたいとこういう風な内容ですよ。本音で語るというふうな、ねえー、内容なんですね。で、あのーまあ、今日もね、ちょっと、えっ、ー、と、あのー、 ま、木曜日、学校ね、ちょっとや、休んでなんですけど、まあ、みんな集まってくれて、昼間からずっと練習したんですけどね、あの、結構休んでくるんだよ、うちね。で、あの、まあ、単発でやってるんですけどね、あの、木曜日の、ね、まあ、クレー練習っていうのは一回見といてください。あのー、なんか練習というかね、もう本当反復練習ずっとするだけなんだけど、で、まあ、その中で、ま、集まってくれたのが、まあ、えっ、ー、と、兵庫、大阪、えっ、ー、と、あの、東京の方の、 まあ、ほぼ関東上がってるとか、関西の、まあ、空間で上位のランキング、一桁のランキングぐらいの、こう、のレベルですよね。で、まあ、あの、まあ、ショートラリーか去見ていくんだけど、あの、遅くできないのね、ボールね。なんか、速くなってくるの、どん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 、ね。なんで速くするんだよ、という話して。で、あの、まあ、ショートラリー見たら分かるよね。でも、これ、まあ、各スクールのも考え方とかいろいろあるから、 あんまり言いすぎてもね、これ難しいところってあるんだけど、やっぱ持って方、まあ、いった薬の飲ませ方っていうのがあるからね。だからいきなりはこう、なんか、結構成績いい子でもね、こう、ショートレインちょっと、何これっていう子いるんだけど。あの、まあ、言っていいこと悪い子ってあるから、やっぱり全員にはなかなかちょっと言いにくいんだけども、ま、あうちに来てる子もね、そうなんだけど。 あの、やっぱその子のリズム崩したくないからね。まあだから、まあ一応、ここの動画でね、いつも、あの、うちに来てくる子は、こう、参考にしてもらってもいいんだけど、あの、あの参考にしてもらってほしいんだけど、まずね、あの、遅く打てないとダメ。<laughs> まずそこをね。で、遅く、まだ、なんていうかね、また、あの、緩急作れないっていうのも一つあるけど、ショートラリーの中で、まあ、なんかこう、常にこう、なんていうかね、まあ、 基本戦術の1っていうのは、まず入れること、確率的であるってことね。で、基本戦術2が、まあ、あの、ディレクションチェンジ、動かせることですね。で、3が、まあ、ポジショニングで、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、その中の、確率的であるっていうためにはどういうことかっと,いうと一貫性っていうのはね。一貫性って同じことが繰り返す能力を一貫性っていうのね。同じスピード、同じ回,回転、同じ高さ、ね、同じ落下地点っていう。 で、このペースを作ったの作れますかっていうことがまず一貫性として必要なのね。 で、それで、なんか最初イルク、最初は威力最初は緩くってのに、だん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 、ブン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 ってこう、速くなっていくのよ、こうね。これって、どういうことかって、相手に釣られてるのね。どっちかがちょっと速く打っちゃったら、また速く返しちゃって、また速くなるっ,てってて、あるじゃあるでしょ。だから、例えば、ロブが上がったら、またロブになって、どん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 こう、大きくなってるのね。で、順にあるじゃない、これ。あれ、お互いロブ上げたいんじゃないんだけど、ロブ上がってきたら、もう食い込まれて、まずロブになってるってね、こう。で、さあ、どっちがアウトするかな、とか、アウト、先にアウトしたら負け、みたいなね。なんか、こうあるじゃない。 それにこうなんかこうあの鏡のように相手に合わせていっちゃうみたいなねそんなのがこうペースでもあるのよこうねやまあこの事件でね例えば早く早く起きてもまたペースの元に戻すってねこ一貫性ができないことってきついよねだから遅くできないんだよねまずねでこれは何かあった目と手の協調性で識別能力に分類されるのね で、あのー、まあ、識別能力というより、その本人の性格も問題あるよね。もう、もう、パーンと打たれてね、カチンと打てバー、パタン、パンと打たれて、またカチンと打て、バーンとかね、なんか、そんな奴もいるからね。ながら、あの、まあ、一概には言えないけど。だから、遅く打てない子ダメよね。うん、ここでね。<laughs> あの、だからショートライドに、ま、できるだけ遅くって、遅くって言うやつのね、こうね。 たましも結構遅く出すの、ね。遅くみたいなね。だから、そこで遅いのを自分の力で、バンと押すとかね。こう遅いペースをこう自分でコントロールしていかなきゃいけないよね。で、あの、脳の作りの話にしていくとどうなとかっていうと、あの、早いタイミングって集中するのね。で、集中するとどうなるかっていうと、反射的に動くわけ。反射的に動くと自然に体って動くのね。 であの運転実際テニスで使ってる筋肉あのパフォーマンスが高いところで使ってる筋肉っていうのはあの一つの運動学習として,あのて習得したものが自動化されてるものなのねほぼほぼねだから皆さんあの普通ストローク打つ時に何もこの手の形はこうだ肘の形はこうだとか意識しないでしょなんか自然にポーンって手の多分手も手の感覚ないと思うのよ自然にポーンって打ってるでしょこれほぼほぼだから自動化されてるわけよね。 だからその自動化されているときはパフォーマンス高いのでそれがペースが速いときていうのは自然に自動化されるわけ例えば皆さんボレーボレするってでボレーボレするときね手の角度をこうとか肘の角度をこうとか見合ってないでしょはっきりできないでしょもう,もう必死だからもうこれはもう自動化するしかないのよこう反射的に動くしかないのねでそれと同じように速いボール速いタイミングとっていうのは自動化されやすいということは調子上げやすいんです ね、なので、よくあのテンポがよくて速いタイプっていうのは、相手の調子も上げやすいというね、そういう欠点もあるのね。ハマれば、こう、パンパンとさっさと仕留められるのかもわかんないけど、あのー、速いタイミングでしか打てない子っていうのは、あのー、結構競りやすいんだよね。なんかね、相手調子上げちゃうからね、こうね。で、その逆がこう遅いってやつね。こう、だから、 あの、遅いとどんなことがあるかっていうと、例えば、ボレボレだったらね、あの、もう、もう、必死だから、前の音って聞こえないでしょ。聞こえにくいでしょ。ね。ところが、ロンみたいにポロッとの、あの、ヘロンっていうボールを打たれるとね、よく前の音聞こえるでしょ。ね。逆に集中しな、し、やあの、しにくいんだよね。集中って何かっていうと、脳っていうの、脳の能力がいろいろあってね、見ることとか聞くこととか、 それから、まあ、いろんなこの、まあ、五感があるじゃない。五感にうまく能力をこう分散してるわけなのよ。四角とかね。で、打つ時とかっていうね。えー、ところが、ボレーボーになるともうあの、早いもんだから集中しなきゃいけないから、まあ、聴覚をね、ちょっと、とか、その無駄なものを全部、あのなんて、なんていうかね、全部切っていって、いるところにメモリーをこう集中してるね。パソコンみたいにね。こういるところに集中してるのね。 あのだから能力って上がるのまあ、パソコンと同じなものを持,持った方がいいのね遅くなると意,あの意識的に集中しようと思って,ても難しいのよこうなんかこう雑念が入るじゃ頭の中でねボレーボレーだた雑念が入らないじゃない <laughs> い,いらないことをねでもポ,とポ,ロポロンとそういうの入っちゃうと感情とか雑念とかがこう入るわけよね クっ <laughs> ね、この野郎遅いボール打ち上がって、とかね。ミスしたらどうしよう、とかね。で、ボレーボールの時に、ミスしたらどうしよう、なんてややん考えないでしょ。なんかもう必死でしょ、バン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 って。無意識でしょ。でも、トローンとしたボール打ると、あ、ミスしたらどうしよう、とか、打ったら、入らないかも、とかね。で、バンと打って、うわー、アウトした、とかね。こういうの。だからでもう雑念が入るのね。雑念が入ると、自然な運動回路を切るのね。だから、まだ簡単にもう大雑把に言うと、 無意識にパーンとこう自然的な反射運動っていうでしょで逆には自分の意識で動かすのが随運動っていうのね。で、同じ手を動かすにしてもこう運動の回路のつ、まま、こう通り道が違うと思ってよ。だから、速いテンポパン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 って打ってる時っていうのは効率のいい運動回路を使って手足,手足を動かしてるのね。 えところが、遅い棒になってくると、意識が入っちゃうと、この意識下の運動回路の方を通って動くわけね。そうなってくると、その意識下の方の運動っていうのは、あの、本来、この狂気に使う回路ではなく、なんかいろんな細かいことをフォローしたりとかしたりするようなものでな,なので、自然じゃないんですよ、結構ね。だから、ショットにね、やっぱり誤差出るの、極端に言えば。 だからその遅い中でこの、まあ、集中状態を作るっていうかねそこがすごくこう大事になってくるんだよね。 だからこの運動回路が使ってる運動回路がちょっと違うんだよってことでね。だからゴルフなんてだから難しいんですよ。あの止まったものを打つっていうのはだからあのこう打つ時にねもう前もうの音が聞こえないぐらいこうグーッとこう集中するなんていうのは非常にだからゴルフ選手すごいですよね。逆に動いてるものっていうのは逆に集中しやすいから自然に動きやすいっていうことだから。だからその遅い中にいかにそのなんていかいらない思考とかいらないこの考えっていうのを 入れないで、この本当にこの、なんていうか、まあ無の状態でちゃんとパンと打つ。ね。あのー、まず集中状態っていうのを覚えなきゃなだめだ。うちの中でも集中法のがあるから、まあ資料あるか見てもらったらいいんだけど。だからメンタル弱い子ってのは大体頭の中でセルフトークとか、<laughs> あの、負けるかもとかね <laughs>、ミスするかもってことがあるのね。でもボレーボーイだそんなことないように。 やっぱりそういうものっていうのは考えない方がいいのね。だからもうほんとはうまくこう無の状態を使い分ける。無の状態とポイント間でこう判断する自分というのをうまく使い分けなきゃダメなのねそこでやっぱりこうトロンっていう遅いボールの子っていうのは常にその遅いボールを使われちゃった時にその集中状態に持っていけないんだよね。もうそこがまず大きなあのポイントね。で、あのー、 なんですか、ちょっと日頃の練習の中でおそらくショートラリーも含めて速い中でしかパン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 としか多分やってないんだよきっとねだから例えばショートラリーの中でも相手のペースがま何、あま、ていうのかね力の入れ方グレーディングっていうんだけどこう力がぐっとこう,こう無意識でバーンとこう入っちゃうとかいろいろあるじゃないやっぱりこうね。 でやっぱりこう、綺麗につなげようと思っても、早いボールになっちゃう場合がある。ね。で、多分相手からも、やっぱり早いボールがたまに来るじゃない、こう、ピンってね。で、それ来たとしても、絶対元のペースに戻すっていうね。これを一貫性っていうのね。だから、一貫性に戻すわけで、一貫させるので、全部ね、こうっと、っで、それをいうのちあの調整してると、こ目と手の協調性、つまりコーディネーションねあの。あの、アイハンドコーディネーションっていうのがうまくこう使えるようになってくるのね。 で、常にそういう風な習慣があった中で、今度は、早い展開の中から遅い展開になっても、その考えるじゃなくて反応するっていうのね。これ脳の回路が全然使い回路が違うから。だから、考えて打つは、一旦見て、思考して、思考してから、まあ、た、髄運動っていう、その意識化の神経の方に結構行き、行っちゃうのね。 ところが反応するっていうのは見たものがこのうの右脳かどっかのこうひらめくっていう部分を通って意識,意識してないの意識を通り越してで今までの何てうのかな経験に基づいてこうデータがあるわけをねそれを自然にピッとチョイスしてパンとこう打ってるのねだからもうそれが反応する回路になるのこれだから使ってる回路が全然違うから まあ当然それは今までの経験ない人はやっぱり考えなきゃダメよ。初心者はやっぱりこうね、ちょっとデータがないからね、こうちょっと考え、手首こうから肘こうかなとかでね、あのー、まだちょっと定着してないから考えなきゃいけないけど、もうある程度上級者は今までのたくさん練習してるんだから、そのデータがちゃんと運動やって中にちゃんとファイリングされてるからね。それを、あのそれを自然に使うっていうあの回路の使い方をやらなきゃいけないよね。だからその時に、 何も考えで反あの無の状態に持っていった時に自然に反応してるかなっていう練習をちょっとそこの中で入れていかないとまあもちろんそのなんていうのかな考えなきゃいけないっていう部分もあるのよそこがバランスなんだろうねだからそこでやっぱりああの言語中枢というか考えすぎちゃうとにいっちゃうとか考えなくても感情出てくるねあの出るかもとかねなんかああいうのが入ってくるとやばいんだろうなと思うね あのー、これはもう多分常に日頃常日頃の練習でこれを注意をすればできるはずなのね。だからおそらくそこがちゃんとできてるんだ,だからショートラリー見たら分かるよねなんかねあの相手にポンポンポンと合わせちゃうっていう子はとか。 あとやっぱりそのなんていうのかないらない思考をやっぱり考えちゃうっていうこう思,思考その感情の排除の仕方というかわかんない子は多分そうだろうなとろんとしたボリュー弱いんだろうないうふうなのはよく想像つきます。まあちょっとメンタルを受けるからね会社はちょっとそたらも知るはんで見てもらえばいいと思うしまあ土日なんかでもねうちショートからちょっと言うんでそれちょっとまず説明しながらねまたやりたいと思うからあの是非ともね一回練習会とかね来てもらえればいいんじゃないのかなと思うんであのお待ちしております。ね えっと井さん頑張ってください。